あのダメって。だって俺その代行にうちの娘小遣いとかもらってたからな。さぬっちーとか言って。あっ、お疲れ様です。娘とな、あの、飯食ってる時にたまたま出くわして。なんでお前の娘かつって。おらつって。で、これ渡してやれやつって。若い人が、運転手がな。親父からです。 ありがとうございます。すみません。ああ、いいね、いいね。ああ、サノちゃん。またなー、って。サノちゃんだから。うん。うなちゃんじゃねえから。小芝居うまいな。うまかねえだろ、別に。 高倉剣はそんなのねえから。ああ切った葉っぱの話はやってねえんだよ。代行って、組長代行だろ。だからナンバーツーだよ。うん。お前ちゃんと挨拶してくれ。誰あのおじさんとか言って。おじさんじゃねえよ、バカ野郎。 そんなのよ、うよ曲折やってきてんの、俺は。だから今だってヘイコラヘイコラしてんだよ。何にも怖くねえよ。うん。誰あのおじさんって、娘を言うか。バカ言ってやめとけよ、お前この野郎、つって。何にも知らねえんだからよ。頭ちゃんとありがとうございます、言ってこいや、つって。 いや、それは憧れるよ、やっぱり。かっけえなって思うもん。その世界の人たちは。うん。かっこいいなって思うよ。マジで。みこしに乗れたのが今わかった多忙うん。まあ。だから、きちっとするとこはきちっとしてかないとダメなんだよ。うん。 お前らな、あんなのはよ、警察庁とか警視庁はよ、暴力なんて呼んでるけど、暴力なんか基本的には使わないから彼らは。もっと頭使ってやってんだよ。てめえが人殴ったらどういうことになるかなんていうのは彼らが一番わかってんだああ揺さぶりは上手いで。あああ 今時のヤクザがお前人なんかぶん殴ったりよ。そんなの刃物で人を脅したりとか、そんなのチンピラだよ。ああいや、30人のヤクザに囲まれたけど、一人と話して、話はついたんだよ。それが立川のお祭りの時だろ。うん。 コッパがやることだから。うん。炭の写真集を3万円で買ったら4万5千円。それは切符切ってやるよ。銭金で買ってやればいいんだよ。猿じゃあ買ってやってよって言われたらわかりました。つって。そのぐらいの銭はよ、な、持ってなきゃあんなとこ行けねえだろうがよ。うん。そこで、いやー。 って言ったら、男下げんだろうがよ。当たり前だろうがよ。どの空下げてあそこ行くんだよ。総大もいてよ。あのちゃん頼むな、今日はな、って言われたら。わかりましたありがとうございます。で、反転も何枚も用意してもらってありがとうございます。あ,あいつらゴミだったじゃねえかよ。和道だってよ。金梅だってよ。バカがよ。<laughs> あ そうだろ熊手なんか買ってねえかうん。たかりやん、それって。たかりじゃねえだろうかよ。俺が誰かにたかったのかよ。きっちり今日はありがとうございますって頭下げんだよ。頭下げてきちっと詰めるとか詰めるんだよ。それができねえやつはあんなとこに脳が来たんで行くんじゃねっていう話。 稼ぎ払ってりゃいいんだよ。まあ、そういう言い方は、俺は、ちょっとおかしいんだよ。自分がこの人って思った人に渡せばいいだけ。佐野ちゃんって、ちょっと税に金用意できるかって言われたときに、この人って思った人には切っときゃいいんだよ。うん。わかる なあ。何様かどうかわかんねえだろ。なあ。だからみんな俺のことわかんねえんだよ。ああ。ああ。金で済む話だったら、喜んでゼニカ金切ったよ。昔はな。今はゼニカ金ねえから、切れねえから。 いくらでも銭はあったからなおお俺のこいつ若い人になったんだよって新しくよって言われたら飯ぐらい食わせる小遣いは渡してたようん頑張ってくださいよって うん、い,いろいろ大変だと思いますけどって、お、おやさん、あの、口うるせえからな、つって。余計なこと言ってんじゃねえよ、とか言われるけど。<laughs> おやさんうるせえからよ。はは、頑張って,っ,って、いいだろう、俺の、こういう不良話も。んなこと言うんだったらよ、チャンパンよ。 俺の話とか、悪魔のキューピーとかよ、ホープさんとかよ、それこそハンマちゃんとかにも聞いてみろよ。ああ。ああふかしなめてんのかよ。な。だからふかしかどうか決めてみろよ。 入れ墨なんかしねえよバカだよキューピーも苦笑いだよ。そんなことねえよ。キューピーさんはいつも優しいで。俺には。サラちゃんウナちゃんって言わないんあの人。サラちゃんよし、元気っすかうん。 ヤクザはバカな、バカだったらヤクザやれねえぞお前、おめえ。あ、よっぽか頭切れるぜ。みんな。ああ、ああキューピーはウナちゃん。あ,あ、ウナちゃんって言う時もあるし。あん。ウナちゃん絶好調やな。そうだよ。んなもんよ。いくらでもおめえ動画であげろよ、この野郎。 どっちでもいいんだよ、この野郎。それで、なんで反転取られたのはっきり言ってるよ。島だからだよ。島文化なんだよ、関東は。うちの島で、ね、別の島の貝の名前が入ってる反転来てる、お前舐めてんのか、この野郎って言われるわけ。あ 俺の島じゃねえんだよ。その、立川は一つの島なんだってうのは。だからそれは分かってるよ。じゃあ脱ぎますわ。それは行儀悪いことし,しました。すいませんって言って、集まってきた人たちの代表に、すいませんっ,って。 そうですねって。俺は行儀悪かったですねって。うん。いや、怖くねえよ。だって、ヤクザはよ、しっかり話したら分かってもらえるから。お前らよ、ヤクザもんってよ、話ができる人なの分かってねえの。 俺はそんなことはないと思ってるよ。彼らは、彼らっていうか、ああいう世界の人たちは、きちっと話したら、きちっと聞いてくれるから。だから怖いってお前ら思うだろ怖くないんだよ、あの人たちは。うん。アウトレージみたいなことは本当にあるのまあ、あるだろうな。うん。だから山に埋められてるやつとか、な。 湖に沈められてる奴なんていうのは山ほどいるだろうな。行方不明者はほとんどそうだろう殺されちゃってんのなんかいっぱいいるんだよ。うん。行儀が悪いからそうなんだよ。